ゼロックスデイブレイクは1985年から1989年までゼロックスが販売していたワークステーションコンピュータである。ゼロックス8010-6085デイブレイクはビューポイントの GUI を実行し、ゼロックス社ではサンや PC にとって変わられるまで広く使われていた。当時の時代を先取りしていたが商業的には決して大きな成功を収めることは なかった。独自なクローズドアーキテクチャとゼロックス社がメサ開発環境を一般向けにリリースすることに消極的だったためサードパーティーによる開発は一切行われなかった。完全構成された6085には8 0イトのハードディスク3 7イトのラム5インチのフロッピーディスクドライブイーソネットコントローラー百八十六。 CPU を搭載した PC エミュレーターカードが付属している。基本システムには1 1イトの RAM と1 0イトのハードディスクが搭載されている。デイブレイクは D シリーズの最後の機械で少なくとも一部の機械はバトラー・ランプソンが設計したワイルドフラワーと呼ばれる命令セットアーキテクチャを共有していた。このシリーズの機械は順にドルフィン、ドラド、 ダイセントラ、ダンデライオン、ダンディタイガー、デイブレイク、デイジー、そしてハイエンド印刷システムに使用されるマルチプロセッサシステムである。デイブレイクはリスクマシンとして構成された場合、ゼロックス1186ワークステーションとして販売された。ビューポイントシステムを実行するオフィスワークステーションとして販売された場合、ゼロックス 6085PCS、または ビューポイント 6085PCS として販売された。ありがとうございます。